どうも、バステッド TV のまーちゃんです。今から新年一発目のバスツーに行こうと思うんですけど、はい、その前にちょっと小話あんの小話があって、うん、ちょっとまあ、正月もゆっくりしてまあまあ結構いろんなぜんざいとか食べたわけよ、うん、ちょっと最近太ってきたなと思って控えなあかんなと思ったん、うん、で昨日の夜控えなあかん思ったから、うん、コンビニでクッパビビンバみたいなビビンバクッパみたいなやつが売っとったから、うん、それと、まあ、唐揚げも買ったんやけどその2つでちょっともうないないしようと今日はそれで我慢しようと思ってたんやけど、まあ、唐揚げ食べとったらさめっちゃお米食べたくなってきて、まあ、結局クッパおかずにご飯食ってたはいどうもバスケット TV のまーちゃんです2回目そらもうあんな味濃いもん食べたらもう米食いたくなるわこんなもんしょうがないなということで今からバス釣りに行くんですけど、はい、その前にちょっと新年一発目ということで今後、まあ、春にかけて使えそうなルアーを買おうと思って、うん、今釣り具屋さんに来ました。冬から春に、まあ、冬から今から春にかけて使えるルアー、うん、でまあ2人で2万円1人1万円、うん、でちょっとこう大盤振る舞いな感じでドーンとルアーを買ってからバス釣りに向かいたいと思います。はい、ただちょっと私たちの力不足で撮影許可とかは得てないので今から買った後に飛ぶんですけどもしバステッド TV 買い物をうちのお店でしていいよみたいな優しい釣り具屋さんがいましたら連絡をお待ちしておりますみんなどうやって撮ってんだろうね許可とかね恥ずかしいやんそんななんかこんなさクソみたいな YouTuber がさちょっと撮影させてもらっていいですかみたいなちょっと恥ずかしいななんて思っちゃってるけどそんな優しい人がいたらここまでここまでやってみたかったここまでということで行こう行こうはいできたよ買ったな結構お金使ったよ、うん、見る見るでよこれ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 あ間違えた間違えたこれ違う違うこれスクラッチやできました。いや結構したよね。結構した。ちょっと2万円をはみ出てしまいました、まあ、理由はちょっと後でちょっと後で理由は、うん、ご説明しますんで、うん、じゃあ1個ずつ出していきますね。はい、お願いします。そういう動画釣りじゃなくてそういう動画でございます。ありがとうございます。じゃあまず1つ目、まず1つ目は同じ種類を3個買ったんですけどこちらサーキット5、うん、これがね軽いのが欲しくて、うん、1/8、はい、こちらを3つ色違いでブルーブラック黒とブルーギル、うん、でマスタードギル、うん、アンパイ3つということいやいいと思ういいよね、うん、この3つまず買いました、うん、これね1個950円、うん、続きまして、あ、お腹鳴ったこちらこれはテックスフットボールジグでございます、うんうん、こちら 14g のものでございます。ちょっとナチュラル系のカラーで、うん、これは1個、うん、それ11g ずっと使って何個かあってずっと使ってんだけど、うん、ちょっと重いやつ欲しいなと思って。そう、うん、やっぱりフットボールジグでガード付きの中では安いね。ちょっと安い、結構ちょっと安め、うんうん、630円でございます。こちら続きましてデレンダウズビド2つ、ついについにザックにもおすすめされましたこちらのダウズビド、うん、これはもうちょっと春にかけて使いたいなと思いましたのでこれ2つ買いました。カラーが、こっちが丸旗ワカサギ、はい、とこっちがシャンパンゴールド、この2種類買いました。ちょっとジャックベイトつながりでこちらメガバスのワンテン R、うん、これはプロ
スローフローティング、スローフローティング、これを買いました。 R の方ね。そうそう、うん、1.7m、 1.7m マックス、 1.7m、 うん、でもちょっとこれ今よう見たらさ、シークレットモデルって書いてある。秘密。そう、ワンテン使ってみたかったんけど、うん、結構高いのよ。まあね、うん、この機械がないとなかなか手が出せない、うん、そうやね、あの高さのものなんで、もう一丁いったれと思って、うん、今年はちょっといろいろ使ったことないルアーとか、そう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 、うん、やったことない釣りやっていきたいなと思って、そうやな、でこれを選びました、はい、これは1個買いました、うんうん、残り2つなんですけれども、うん、これがあのメインでございます。そうやな、はい、これによって、うん、金額を超えたんですけど、まず1個目、うん、こちらです。ダダン、根こそぎ DSR、 こちら、うん、これをね買っちゃったんです。5550円。うん、買ったね。カラーは単純に、うん、あのかっこよさで選びました。あ、そうやね、青かっこいいよね、うん、青かっこいい、うん、でもこれは青ザリらしい、うん、これをね、うん、バスを根こそぎ行ってやろうっていうことで根こそぎを買いました、うんうん、これは大事に扱わないからね。本当に、うん、お札つけて投げとんのと一緒やから、まあな、うん、まあでもこれで大きいの釣れたらめちゃめちゃ嬉しいね、うん、これね、まず、うん、でラスト1個が、うん、でれー、飛び切り。これ高かったな。高いよ、7500円。もう完全に定価で買ってるからし、ね、完全に全部今日は、うん、いいんやって、もそんなん言うても、まあ、新年気持ちよくもバーンお金使ったったってことや、まあね、うんうん、これがこう帰ってくれよきっと、うんうんうん、これをね買ったんですよ、うん、でちょっとねこれまあ合計で23,630円。そう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 、うん、やった。でその超えてしまったのがこの2つね。そうそうそう、喧嘩になってん、うん、俺的にはこうやっぱ値段の差もあるし、根こそぎでいいんじゃないかって、うん、ってんけど、まーちゃんは飛び吉がいい、うん、絶対このやっぱ値段の差は作りの差に現れとると思う。そらこっちも釣れると思うよ、うん、でも見てこの愛らしい表情、うん、かわいいしさ、う、うん、これを、うん、使いたかったよ。高く、うん、高いけど、うん、それなりのなんか多分、うん、何かあの 利点があるんよ。、うん、このジョイントされとる部分もさ、なんかこうちょっと違うやん、なんか右の厚みも違うって言ってたから、うん、ただいま。いやで何かしらこの2000円差があると思えて、うん、それで喧嘩になって結局両方買うっていうオチ でしかもその3000円の差額はパイセンが出す。さすがだ、ありがとうございます。その2つをちょっとあの板重りとか貼って、うん、沈めて、ボトム付近をこうゆっくり冬は、うん、マック釣りをちょっとやってみたいなと思って、うん、だからさ、こう口元とかもなんかちょっと違うよ、なんか筋肉マンみたいな唇してるもんな。そう、あとなんかあの矯正のワイヤーみたいなのついとるやん。あ、これあの特許取ってるらしい。あ、そうなんや、うん、そのウィードとかそういう根がかり回避の、へえ、うん、やっぱ2000円差があるんよ。うん、あと国内生産やな。あ、メイドインジャパンって書いてある、うんうん、そうそうそう、だからまあ7000円するけど、うん、なんかあのちゃんと作ってる7000円、そういうことやな、うん、だからそれ1個大事にしてっていう風に作り手の人は言ってたね。へえ、うん、しかもこれさ、春夏秋冬全部いけるやん。そうそうそう、冬ボトムスイムは春ゼロヘビダン、うん、夏ウィンドリフト、秋、うん、ストリームドリフト、なんかあの頭に、うん、なリップの裏と頭に板重り貼って、うん、こう水中に立たせて、うん、こうラバージグみたいにこうやる温泉チューンとかなんかいろいろあるみたいだな。いろいろやれるやん、楽しいね、うん、マジでなくさんとこうな、本当にマジで。そやな、本当に新年早々金使った。使ったな、金使ったよ、うん、じゃ
あの俺らさ、うん、結構そのルアーとか釣り具より、うん、あの動画を撮ったり作ったりする方にあの今までお金って結構かけてきたやん。そうだね、うん、機材系ね、うんうん、でちょっと今年はね揃ったし機材は、うん、あそうやね機材やとかわいい釣り具にお金かけてね。そうねそうね、うん、楽しみだね、うん、だから進化の年ということで2019年、うん、平成最後ですけれども。そうやね、うん、平成から次の新しい年号に変わるのに、うん、私たちも進化するという年になれば幸いだなと思っております、うん、そうやね、はい、俺のおみくじ見たよ。見たやばい、うん、まだ見てない人はぜひパイセンのツイッターをチェックしてくださいちょっと前に上がってる激レアおみくじがありますんで、うんうん、ちょっとチェックしてみてください。私は見たことない、うん、あれは。あそうそう、え今年からか。あ今年からなの。今年からなんか今年だけなんか知らん忘れたけど、へー追加されたやつ。激レアなやつ引いたよね、うん、そうそう、で引いてなんかあやったみたいな感じで、なんちゅうの、そのめっちゃ並んでるからおみくじとかもそこの列で引き返してったら、あ出てる出てるみたいな、おめでとうみたいな感じで声かけてもらえたもんね。マジで、うん、その力出してよマジで頼むで。今年は、はい、うん、頑張ります。頑張りましょう、はい、では本日も最後までご覧いただきありがとうございました、はい、ありがとうございました。今年バセット TV 飛躍の年になるなと予想している方はチャンネル登録高評価よろしくお願いします。まあでもあのゆるくそれなりにあの楽しく頑張っていきます。そうやね、はい、はい、ありがとうございました。終わり